だって無視してくるじゃん、いつも。ブラジル人のビラクラビラクラビ無理です超暇だったら藤木、超暇だったら暇。どうしよう、何も話すこと考えてなかったよ。じゃじゃん。好きな人とデートするならどこ行きたい？二次元。むしろその好きな人が二次元にいるから二次元に行かないと会えないんですよ、私。どうしようね。あ、でもベネチア行きたいな、私。徐々にハマってて、その中でベネツィアが出てくるっていうのもあるんですけど、川とか海とか、なんか海の生物の図鑑とか水辺っぽいのがすごい好きで、ポケモンの映画もラティオスとラティアス のベネツィアが舞台になってるやつが好きだったりとか、だから水の都ベネツィアに行ってみたいです。面白くてくだらない早口言葉、あるんだ、初めて見たよこれ。生ナマズ、生ナメコ、生ナメ、生ナマコ、生ナメコ、生ナマズ、生ナメコ、生ナメコ、生ナマズ、生ナマコ、生ナメコ、生ナマズ、生ナマコ、生ナマズ、生ナマコ、生ナマメコ。ダメだダメだ。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ミラクル人のこれ私知ってるのにすっごい悔しい。これ待って待って、いくよ。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。お、わ、悪いの出た、一発芸。マジで本当にやだ、しっかり出しちゃったじゃん。もう何これ、一発芸ってさ何気にむずくない？なんかさモノマネとかだったらわかるよ。パルコでやった一発芸見せてあげようかな。じゃあなんだっけ、渋谷のパルコ、パルコさんでフリーイベントやった時にお客さんにやれと言われてやった一発芸を披露したいと思います。イエーイ。食べるパピコパピコパルコ、イエーイ、パルコ楽しい、イエーイエビバーディー。罰ゲームだ、カット。あ、じゃーん、好みの男性の服装、好みの男性の服装、こういうの話したりしないもんね。だってアロハシャツ着てるとかですかね。嘘ですけど。でもな、あ、でもシャツ着てる人、なんかアロハじゃなくていいんだけど、なんかシャツ着てる人かなに惹かれるのかな。なんか私がシャツ好きだからシャツ着てる人がいいな、襟がついて、私はシャツ着てる人がいいなって思います。塚本家シャツが好きなんですね、多分。なんかママもシャツが好きで、いやー、シャツの男性って素敵ですね。いやー、素敵です、シャツ男性。店長の好きなところ、嫌いなところ、やだこれ、店長いないんだけど今。嫌いなとこ行ったらかわいそうじゃん。まず好きなところは、なんか何でも食べ物を買ってくれるところ。いや、なんかお腹空いただろうって言って、まあ、自分の分も買いたいっていうのもあるんだろうけど、食べろ食べろってね、すごいね促してくれる。嫌いなところね、ダイエットするって言っときながら毎日コーヒー飲んでる。いや、私はダイエットするって決めたらちゃんとジュース飲まないで特茶で頑張ってるんだよ。どういう話題できたの？店長の嫌いなところ。店長の嫌いな、ゼップの打ち上げに連れてってくれるって言ったのに連れてってくれない。割とそういう、なんか自分がおごんなきゃいけない時にバレがち。一回行ったことはちゃんと行こうよ焼肉。叙々苑叙々苑。
じゃーじゃん、一発ゲーム。やっぱバラエティ班としてね、ここはしっかりやっていただかないと。じゃあいい？準備できた？できた。え、お歌ね、お歌バージョンね。生ナマコ、生ナマコ、ダメだ。